はい、ではスタートしますけれども、まず問題を読んでみましょう。はい、これやっぱつまずくな。これ前科学の時にちょっと言ってたけどさ、これ無責任は絶対やんねんって何なんこいつ。もうはい、一回ちょっと野蛮な単語を発しそうで一応キャメラ回してるんで読んでみました。はい、まずさ、この A が変化するせいで場合の気が起こる、これは大丈夫だな。うん、でただ、まあ、ここに範囲がある時って結構これ入試とかの問題で多いです。こいつがあることで、はっきり言って場合分け、動きが制限されるから場合分けが減るんですよ、基本的に。マーク模試とか受けてもね、なんかこういうのについてたら一応こいつで場合分け減るんちゃうかぐらいには思っておいてください、ね、動きが制限されちゃうわけですね。このグラフの動き、頂点は0未満のところしかいけないですよ。でも最初はあんまり気にしなくていいので、そのまま解きに行ってください。でまあ、そうしたら、まあ、最大値最小値のポイントっていうことで、ね、まあ、冒頭で言った通り3択ですよね。 F0 左端、 F1 右端で、まあ、頂点 A 以上足す 3A、 この3択です。そもそもでもね、弾けるやつがいる。なぜかっていう話。はい、今回俺たち最小値を知りたい。いいか山口、こいつが最小値になる可能性はあると思うか。ないな、その通り。なんでですか。はい、そうだ、正解、素晴らしい、完璧な回答です。山口君、5点あげましょう。何のはい、ほとんどみんな中卓球のみたいなのが分かんない。5点っていうカードもらえます。そもそもね、カズミ君ね、こいつは弾かれますね。はい、なんでかって言ったら、理由はこの形だから、こいつ絶対最大値ですよ。キングオブ2時間です意味わかんない。はい、だからこれないんだよね。だから2択になっちゃう、2択になっちゃう。じゃあ次行こうか。 A 小なりゼロって書いてある。僕が書いた絵、いつも通り書いたんです。あれって話ですよね。これもこれもこれもアウトやんけっていうケースになる。だからこの辺で気づいたら十分ですよ。だから動かしてみようか、いろんな絵描いてみようか、ちょっと軸注目したら、これねえ、まあ、このパターンないじゃないですか。場合分けいらねえな、だってこのケースしかありえねえもん。で場合分け減らしちゃったら、あ、これしかねえってことになっちゃって、だからフェンフェンフェン、場合分けしようとわしら意気込んでたのに、いらんがなって、あっと危ないところで、危ないところでやらかしちゃった。ほらほら、俺でもやっちゃうんだよこれ。こっちだこっち、うん、そう、偉そうなこと言ってて間違っていると、まあ年に3回ぐらい起こりますからね。ちょっといいですね、ごめんなさい。で、こういうこうですよね、危なかったですね。はい、まあ、そしたら今回最小値ですから書ききれなかったが、まあこの右端ですよということに。で結果的に場合分けなかっただけですよ、気をつけてくださいね。一応だから書いて検討してねってなって弾く方がいい。そしたらこのケースしかないので、じゃあ場合分けはいらないな。 A 小なり0の時書きたいけど、別に場合分けねえから書かなくてもいいじゃないかって話。だから今回最小値はどうなるのか、ね、X イコール、ね、1にて、はい、最小値を取り、そいつが 5a-1 ですよという結論が出て、はい、これでさっき言ったあれだな、主語の部分が完成だね。今俺たちがやったことは、この最小値の部分を書いたわけ。さっきは場合分け必要だったら、こいついらない。 5a-1 がマイナス1ですから、はい、こいつがマイナス11になった。あとはちゃんと A が出るかな、 A が出るかな。はい、計算したらマイナス2、もしこいつがあの範囲を満たしてなかったら解なしになっちゃうんですが、加藤さん、これは答えとして認定できますでしょうか。
はい、グッド。できません。はい、答え A イコールマイナス2。正解はこれです。ということで、この第3問終了します。いろいろ一緒でしょ。場合分けが全部あるとは限らない。大体模試とか入試とかだったら、フル装備のケース、あんま多くないです。なんか、範囲とかがつけられて、場合分けを、ね、減らせるような条件についてね、見る方もさ、4つの場合分けされたら面倒くさい。だからちょっと制限しといたのかみたいになるんですよ。いや、知らんで、そういう理由かどうかは。俺が失礼しないとそうかなぐらい。はい、じゃあ OK でしょうか。じゃあちょっとまた濃度を取るチャンネルを50秒ごとという時間にいきましょう。